はい、どうも、矯正歯科医の木です。今回は多くの方が気になる矯正治療の抜歯について詳しくお話しします。これから矯正治療を始める方の中には、自分が抜歯が必要なのか気になるところですよね。なかなかそれで矯正治療に踏み切れない方も多いかと思います。そこで矯正歯科医の私が抜歯になりやすい人のパターンや、よくある質問や抜歯の実際の様子についてお話しします。今回の動画を見ていただけることで、抜歯矯正のイメージが湧くのかなと思います。これから矯正相談を考えている方はぜひ参考にしてみてください。まず抜歯になりやすい人です。結論から言いますと、顎の大きさに対して明らかに歯が大きい人、顎の骨が大きくずれている人、口元の改善を図りたい人、歯の本数が足りない人、残せない歯がある人が該当します。ではそれぞれの理由について一緒に見ていきましょう。まず顎の大きさに対して歯が明らかに大きい人について解説します。歯並びで言うと、前歯に大きなガタつきがあったり、前から3番目の歯が八重歯になっている方、またガチャ歯と呼ばれる方が該当します。日本人の場合、顎の前後的な幅が狭く、歯を十分に並べるスペースが足りない場合があります。一方で歯は昔の方よりも今の方の方が大きくなっている傾向にあります。ですので今の現代人はどうしても歯並びが凸凹になりやすい状態なんです。わかりやすく説明しますと、顎を電車の横一列のシートと考えてください。そして歯はそのシートにどうしても座りたい人間というふうに考えてください。歯は親知らずを除いて片方の顎で14本あります。14人のシートに対して14人の人間が綺麗に収まるのが理想的ですよね。これが綺麗な歯並びとなります。でもお口の中の現実はとても厳しいんです。この14人掛けのシートが12人掛けのシートであったり、また座る人が体の大きなお相撲さんだったりするんです。お相撲さんとは今回で言うと大きな歯ということです。12人掛けのシートに対して14人がなんとか座ろうとするので、みんなピタッと綺麗に並ばずに前に座ったり後ろに座ったりすると思います。これが歯の凸凹として現れています。全員がきちんと座れないので14人全員が疲れてしまいますよね。これは歯にとっても良くないと思います。そこで2人には申し訳ないんだけれども、退場してもらって12人掛けのシートに対して12人を座ってもらう。これがガタつきのある歯並びで歯を抜く治療のイメージとなります。次に顎の骨が大きくずれている人についてです。歯並びでいうと出っ歯の方や受け口の方が該当します。歯の土台となる顎の骨が前後的垂直的に大きくずれていると、上下の歯を大きく動かしてずれを補う必要があります。歯を大きく動かすためには大きなスペースが必要になります。ですのでその場合には歯を抜く必要が出てくるのです。あまりにも顎が大きくずれている方に関しては、歯の動きだけでは噛み合わせを作ることができないので、その場合には顎の手術を伴う矯正治療が必要になる場合があります。次に口元の改善を図りたい人です。唇が横から見た時に前に出ていたり、口が閉じにくくて普段からお口呼吸になってしまう方や、無理に口を閉じようとするとこの辺に梅干しのシワのようなものができてしまう人が該当します。 SNS では口ボボやボボ口と言われる方がこれに該当します。簡単な評価としては E ラインというものがあります。お鼻の先と顎に人差し指を置いて横を向いて鏡を見て確認してください。この人差し指に上唇と下唇が強く触れているのか、それともぴったりなのか、それともへっこんでいるのかを確認しましょう。一般的に E ラインに対して上唇と下唇がそのライン上か、もしくはそれよりも内側にあることが好ましいとされています。これは時代によっても変わりますので、一概にここっていうものはありませんが、現在のところはそれが目安となっております。日本人の場合、欧米人と比べて下顎が後ろに下がりやすく、鼻も低い傾向にあるので E ラインは後ろに位置しやすくなります。また欧米人と比べて日本人は唇の厚みがあります。ですので日本人はどうしても E ラインに対して前に唇が出やすい状態となるのです。口元が大きく前に出ている方は、歯を抜いて前歯を内側に入れることで唇も一緒に内側に入り、 E ラインに対する口元の位置が改善する場合があります。また口が閉じやすくなって口呼吸の改善や、口を閉じた時に出てしまっていた梅干しのシワが見えにくくなることがあります。次に歯の本数が足りない人についてです。歯の本数が足りないのに
さらに抜歯をするのと思う方もいるかもしれませんね。理由をご説明します。前から2番目や前から5番目が歯が先天的に欠如しやすい場所となります。これは人によって異なります。歯列矯正では歯並びの見た目だけでなくしっかりと噛み合わせるために上下左右の本数を揃えて治療することが基本となります。ですので例えば左下の歯が1本ない場合にはそれに合わせて右下と右上と左上の歯を1本ずつ抜く必要が出てくる場合もあります。最後のパターンとして残せない歯がある場合です。例えば大きな虫歯で歯を残すことが難しい歯がある場合にはその歯を抜いてしまって矯正治療でその隙間を閉じてしまうこともあります。噛み合わせの関係で矯正治療でその隙間を閉じない方がいい場合にはブリッジやインプラントなどの補鉄治療が必要になる場合があります。次に矯正治療の抜歯で普段患者さんから多く質問を受ける抜歯の抜く場所や抜いた隙間が閉じる期間、実際の抜歯の様子についてお話します。まず一番多い質問としてどの歯を抜くのか、そして抜いた場合の見た目についてお話します。抜く場所に関しては前から4番目または5番目の歯を抜くことが多いです。上下左右で歯の本数を揃えることが基本ですので上2本と下2本の合計4本抜くことがあります。出っ歯の方に関しては下の歯は抜かず上の歯2本抜く場合があります。抜いた場合のイメージはこんな感じです。正面からの見た目はこんな感じです。横から見た見た目はこんな感じです。人からよく見える前歯を抜くわけではないのでそんなに大きく隙間が目立つことはありません。ですが大きく笑うと少し見えてしまいます。この抜いた隙間が閉じるのに歯の動かし方や歯の動きには個人差があるので一概には言えませんがだいたい1年から1年半以上かかるものと考えてください。次に矯正治療の抜歯にかかる費用についてです。先ほどご説明した4番目や5番目の歯の抜歯は自費治療の扱いになります。だいたい1本につき5000円から1万円前後かかりますので歯を4本抜く場合には2万円から4万円程度かかります。矯正専門のクリニックでは抜歯を取り扱ってないところが多いですのでその場合には一般のかかりつけの歯医者さんの方で歯を抜いてもらう必要があります。また親知らずの抜歯が必要で抜くのが難しいと予想される場合には大学病院や総合病院の口腔外科で抜歯をする必要があります。次に抜歯のタイミングです。歯を抜いてから矯正器具をつけるというイメージがあるかもしれませんが先に矯正器具をつけてから歯を抜いてもらう場合もあります。これはクリニックの治療の仕方や歯の動かし方によっても異なりますので相談するところでしっかりと確認しましょう。旅行やお食事会の直前に抜歯の予約を取ってしまうとなかなか楽しむこともできないかなと思いますのでしっかりとスケジュールを確認して予約を取るようにしてください。次に抜歯のやり方や抜歯の際の痛みや腫れについてです。まず抜く歯の周りに注射の麻酔をします。ごめんなさい、ちょっとチクッとしますね。ごめんなさい、ちょっと痛いです。次に麻酔が効いたらメスを使って骨から歯が抜けやすいようにします。失礼します。もう痛くないですかね。最後にこのような鉗子を使って抜きます。はい、ちょっと揺れますね。こんな感じでゆっくりと揺らしながら歯を抜いていきます。痛くないですか。実際はもっとゆっくりと揺らします。最初の麻酔がちょっとチクッとしますがその後麻酔がしっかりと効いていれば歯を抜く際の痛みはありません。抜く際にミシミシという音が聞こえることがあると思います。歯を抜いて麻酔が切れてからその後3日間はうずくような痛みが出る場合がありますが処方される痛み止めを飲んでいただければ痛みのコントロールができるかなと思います。前から4番目や5番目の歯を抜く場合には基本的に腫れることはそんなにないかなと思います。一方で斜めに生えている親知らずは腫れやすい傾向にあります。特に下顎の斜めに生えている親知らずは腫れやすい傾向にあります。次に歯を抜いた後の注意点についてご説明します。抜歯した後の穴には血が溜まって血餅というかさぶたが作られます。このかさぶたが外からの刺激や細菌から守りながらゆっくりと治っていきます。ですが血液が不足するとかさぶたがちゃんと作られなかったりまたは剥がれてしまうことで治りが悪くなってしまうことがあります。それが続いてしまうとドライソケットと呼ばれる強い痛みが生じますので注意をしましょう。その場合には抜いてもらったクリニックの先生に相談をしましょう。ですので抜いた箇所は指や舌で触らないようにして
吸ったりもしないようにしましょう。また罰止当日の激しい運動や筋トレ、長時間の長風呂は血流が良くなり止血が困難となりますので避けてください。タバコやアルコールも傷口の治りを遅くしてしまうので避けるようにしてください。他にも痛みや腫れで氷で冷やすっていうのも血流を悪くしてしまうのでやめましょう。その場合には処方されたお薬を飲んでコントロールしてください。また麻酔が効いている間はベロの動きが悪くて食事をしてしまうと噛んでしまったり熱いスープを熱いと気づかず火傷してしまったりしますので麻酔が切れるまではお食事や熱い飲み物は控えるようにしましょう。最後に病院から処方されるお薬に関しては用法用量を守ってしっかりと服用してください。いかがでしたでしょうか。矯正治療の抜歯のイメージは湧きましたかね。今回の動画はあくまでも抜歯になりやすい人をご説明しましたが必ずしも抜歯するというわけではありません。実際に抜歯をするかどうかというのは矯正治療を受ける病院で精密検査や診断をもとに最終決定しますのでその点はご注意ください。これからも日本人の歯並びのレベルアップするために様々な情報を発信してまいりますので今回の動画がよろしかった方はチャンネル登録またはグッドボタンをよろしくお願いします。どうもありがとうございました。